ガールズケイリー応援チャンネル、ご視聴ありがとうございます。モロヘイヤミカミと申します。今回はキャピキャピ優等生長塚優子選手の魅力を紹介させていただきます。まず長塚優子選手のプロフィールなのですが、1985年10月25日生まれ、神奈川県出身、日本競輪選手養成所の118期生になります。小学校3年生から大学までバスケットボールに打ち込んでいた長塚優子選手、大学卒業後はマンション販売などを手掛ける OL として働いてました。社会人になってから趣味でピストバイクを乗るようになり、川崎競輪場での自転車イベントに参加した際に店員からガールズ競輪を勧められ、また尾崎睦美選手を紹介してもらい、競輪選手への挑戦を決意したとのことでした。そして2019年に日本競輪選手養成所に入学。養成所に入所後は第2回の記録会で女子史上5人目のゴールデンキャップを獲得。第3回記録会でもゴールデンキャップを獲得し、小林優香選手以来となるゴールデンキャップ複数回獲得者となりました。在校競争成績も第1位。素晴らしいですね。それではここで長塚優子選手の一押しレース。2020年5月15日に広島競輪場で行われた L 級ガールズ新人決勝のレース映像をご覧くださいませ。人気の中心が7番の長塚、対抗格が3番の青木です。青木が現在は先頭、人気を集めた7番の長塚は現在後方の6番手で残り2周を切りました。打賞の周回の1コーナーから2コーナー、さあ各選手今のところ動きはありませんが、5番手この辺りで5番の田中がゆっくりと上昇開始、車を外に持ち出して5番の田中が現在3番手に上がってきて、ここで前を叩きに行きます。さあ彼が入って3コーナーから4コーナー、2番手に収まったのが3番の青木、そして7番の長塚なんですが4番手外並走、そこから7番の長塚がここで縦に踏んでまいりまして、先頭7番の長塚に変わりました。最終主導権は7番の長塚優子、2番手に入って6番の弘樹、3番手以降はちょっと口が開いているんですが、2番の流れがこれを追う展開、そしてその後ろ4番の栗村、さらには1番の下城と続いている。最終バックを通過していく、先頭は7番の長塚が飛ばしていきます。この後ろは6番の弘樹、3番手2番の流れで4コーナー回ってきた、先頭は7番の長塚優子、押し切りましたか、完全優勝。はい、というわけでございまして、これ社会人になってから自転車に乗ったとは思えないぐらい強い勝ち方でした。もう競輪センスがかなりあるんだと思います。それではここで長塚優子選手の魅力を数ある中から2つに絞って紹介させていただきます。まず魅力1つ目、ボディケア。長塚優子選手はマッサージやエステによく行くということでございまして、マッサージは世界各国のマッサージを受けたり、エステは表参道のおしゃれなところに行ってたりと、かなりハイレベルなボディケアをしてます。もう20代の選手のように肌ツヤが良いのも納得ですね。魅力2つ目、キャピキャピ。長塚優子選手、藤原愛理選手の YouTube に何度か出演してるんですけれども、もうどの回もめちゃくちゃキャピキャピしてて面白いんですよ。なんかもう喋ってる時の声がもうすごい高いんですよ。もうキャピキャピって言葉がめちゃくちゃ似合う声のトーンです。もう他にも先輩の藤原愛理選手に頭おかしいって言ってたり、なんか突然神奈川の可愛くて強いキャラは絶対に譲らないみたいな感じで言ってたり、もうかなりハッスルしてました。もう長塚優子選手ってすごいね、優等生のイメージがあったんですけれども、藤原愛理選手の YouTube を見てその素晴らしいギャップを知れました。概要欄に該当の動画貼らさせていただきましたので、そちらもぜひご覧くださいませ。また長塚優子選手、昨年の2月に落車をしまして、鎖骨骨折などの大怪我をしてしまいました。復帰直後はなかなか成績が上がらなかったんですけれども、今は調子も復調してきて従来の走りに近づいています。もうこの調子で怪我なく走っていただいて、また藤原愛理選手の YouTube に出演してほしいです。これからも応援させていただきます。というわけでございまして、ご視聴いただきありがとうございました。今回のガールズ競輪応援チャンネルでございました。